あ、どうも。あ、どうも。3月だよ。3月ですか。もうあったかいよ。あったかないよ。いやいやいや、あったかくなるよ。たまにバケモンみたいな日があるけどね。まあね。あったかい。まあでもね。寒い、あったかいでね。三寒四温ね。三寒四温。でも2月あたりにこうね、ちょっとおっていう日が好きなんだよね、俺は。急にあったかくなる。あの外国人旅行者が半袖になっちゃうから。なるほど、なるほど。浅草でいつも、そうそうそう、寒いのに白人はいつも半袖ね。ああいう日が好きなの。本当に。妙な日本語の書いてある T シャツ着てね。そう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 。そう、不思議だな。切磋琢磨とかね。そう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 。で、リュックでね。そう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 。面白いよな。まあ、でも3月かも、うん。今年ももう終わりね。はい、始まったばっかりだよ、ほら。3月超えちゃうと早いんだよ。そうなの、うん、?4 月からね、新学期になるからね。そうなんだよね。桜でしょ、これでまたさ。そうそうそう、花見かなんかしてさ。花見、花見。ゴールデンウィーク入っちゃったらもう終わりだからね。早いよね。うん。もう1万円札と一緒だよ。崩れたら終わり。うまいこと言うね。うん。早いよね、1万円札崩れる。崩れた1万円札って言ったらもう何の価値もないよ、もう。何の価値もない。あっという間ですよ。あっという間だ。うん。やっぱ人生ってそういうもんなんじゃないのか、崩れ始めると早いんじゃないだろうなーつって、アイスも溶け始めると早いからね。早いよー、急いで食わなきゃいけないからね。そうそうそう、本当に。でも溶けたアイスがうまいんだよね。うまいよね、溶かしてなんもだよあれ。でもあれでしょ、ガリガリ君とかはさ、硬、うん、い方がいいでしょ。ガリガリ君とかの前もこの説明したけど、硬、うん、いうちから中がちょっとこう、うん、ちょっと柔らかくなってんだよね、うん、工夫されてチーズオムレツのチーズのようにね、企業努力により。そう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 、あれはすごいよな。まあだってこんだけさ、果物だってなんだって品種改良はされてんだからさ、うん、ガリガリ君だってされてなきゃおかしい。まあそりゃそうだよ。ね、うん。昔なんかさ、ゴムにさ、コンドームみたいなゴムに入ったさ、うん、バニラアイスだったよね。あった。丸いの。あったあったあった、丸いやつあった。うん、だんだんこうゴムの味してくれる。ゴムの味がするやつ。あれ食いてー。あれ売ってたの？東京でも。売ってたよ。大好きだったのね。マジで？あれゴムの味すんだよ。そうそう。あれが好きだった。なんとも。卵アイスだっけ？味思い出せない。バニラだった。ラクトアイスだよ。そう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 。そうだっけ？バニラの。あ、思い出せないなぁ。あれが売ってたんだからやっぱ昔だね。昔だ。いくらだった？30円ぐらいね。50円とか。そのままだった。うん、俺、孝太郎くん、あれすごい食べたよ。ホームランバー。あー、あったね。あれもちょっとさ、うん、あのバニラだけど水っぽいバニラ。水っぽいバニラじゃん。でもあの頃はさ、その水っぽいバニラにさ、うん、不平タラタラだったけどさ、うん、今思うと逆にあれ食いたいね。逆に俺は不平がなかった、あのバニラ。あ、そう。だから俺シェムハだったからさ。あ、もうさ。そんな。いやいや。子供の頃からハーゲンダッツしか食ってないから、いやいや、そういう発言やめてくれよ、お前。あの頃はレディーボーデンだったんだけどさ、うん、いつもレディーボーデン食べてたからさ。レディーボーデン。ま、出ちゃったよ、これ、ほんと。だあの頃はその。レディーボーデン買ってたの？母がね。母が。うん、だから、食べてたけど。うん、熊谷に探したくなかったレディーボーデンなんてないよ。だから、それ外で遊び行くときはさ、うん、アイス食うときはああいうの買うじゃん、ホームランバーみたいな。うん、買うよ。水っぽくてさ、うん、水っぽいなと思ってたんだけど、ね。水っぽいよね。今思うと、なんかこう、サバ缶食いたいみたいな気持ちでさ。ああ、そうかそうかそうか。食いたいね。まあ、レディーボーデンは濃厚だしね。そう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 。ね、でも子供の心にちょっと濃すぎる感じもなかったことなかったね。マジで？やっぱりホームランバーエリアではあれはね、小樽くん、相当濃かったんですよ。なるほどね。うん。わかる。よくわかる。わかるよね。あれ、ちょ、なんかね、むせる感じがむせちゃうから。なるほどね。ほんと。だから、もうレディーボディ出現前からさ、うん、だってもう、目白の駅前の田中屋のアイス食ってたからさ、俺。田中屋のアイスもすごい濃厚。チョコレートはコーティングされてたけどね。まあ、濃厚だ。また、随分しゃれたこと言い出したよ、これ。昭和何年よ、まず。47年かな。そんな芋食ってたの小樽くん。まあアイスは食ってたね。そりゃやっぱ違うわな。みんな薄かったね。薄かった。アイス全般薄かった。バニラ味が、ね。そんな中ではさっきのさ、うん、コンドームアイスは濃かった気がするんだよね、これ。その、うん、その印象が全然ないな、うん。じゃあレディーボーデン近かったってこと？そうだね。で小樽レディーボーデン、まあそうだね。中間だね。小樽くんの何、舌もそれをうならせたってことなの？うなりはしなかったけど、うん、ゴムの味はごまかしたのかな。ゴムが濃厚にさせたの、うん、そんなわけないでしょ。ってなるわ、なんかあれを食ってる自分がこうなんかさ、うん、好きだったのかな、ゴム食ってる自分が。
どういう感じ、どういう感じだ、どういうイメージですか。不良不良っぽいのそれ。違うね。何違うね。だってレディーボーデン食ってる坊ちゃんはさ、レディーボーデン食ってる自分は別にさ、うん、母の付き合いって感じじゃん。母の付き合いだけど、いいじゃん、それ。もう、かなりハイソサイティだよ、それ。でもみんなはさ、うん、やっぱホームランバードを選ぶ中、俺はそのゴム選んだんだから。あ、そうか、そうか。うん。なるほどね。みんなホームランバードもやっぱ食べやすいしね。そう、それ先っちょと変な、ちょっと出っ張ったところを、多分確か、八重歯で穴開けて、うん、そう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 。そして、そこに無理やりギューってやると、そこ膨らむでしょ。そうそう。今考えるとちょっといやらしい感じだ。いやらしいアイスだったよね。あれ、チュー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 ね。いやらしいけど、なんか好きだったな。今、発売禁止だね。発売禁止だ。小学生があれ、チューチューやってるから見てよ。PTA からグレーム来るから、ね、今、公園で帰りにあれ、みんなでチューチューしてたらね、お母さんたち、あんたたちってなるよ、ね。あんたになるよ、本当に。そう、こうやって昔は結構、ハードな食い物売ってたね。売ってない、もうみんな気にしてなかったよ。だって今あんなゴム味のさ、うん、ああ食いて作ろうかな自分で。作れんじゃん。コンドームに入れる。コンドームに入れるのは問題あるけど。アイスが全部抜かれたのゴムの残骸、ね、最後の残骸ね。あの虚しさ。海で泳いでるなんかコンドームが浮いてるみたいなさ。あれは虚しいんだよな。もう死んだクラゲ以上に虚しいね、あれね。あれね、うん、あれはレディーボーでも勝てないよね。あとなんかさ、カルピスのアイスみたいなのさ、ドルピスってあったよね。ドルピス知らない。あ、そう、ドルピス。カルピスと同じような。カルピスのアイスなんでね。うん、で、まあ、カルピスとちょっと、なんて言うんだろうね、ちょっと量が足んなくて、薄くなっちゃったみたいな味だ、ね。それも薄いんだよ、やっぱり。ドルピス。そうそうそう。ドルピスはわかんねえなぁ。ドルピスも好きだったね。好きだったもん。だって今でパピコみたいなカルピスあるじゃん。あるある。うますぎるよ。あれは普通の味してるね。うますぎる。うん、うますぎるって、どんなクレームなんだよ、それ。うますぎていいだろう。いいけどさ、ドルピス恋しいな。あ、そう。うん、だなんか俺は自分でカルピス作るときさ、薄く作っちゃうんだよね。俺も。なんだろう、あれ。俺もそうなんだよ。うまいよね。うまい。なんか普通のカルピス濃く感じるんだよな。そうそう。うん、昔はカルピスなんか飲むとさ、下のところになんかねちってなるけど、ねちってなった。今なんないね。ならないね。困るね。なんかあれ、あれが良かった、ね、口の中に残ったよね。あれが良かったんだよ。あれは歯で整理するのが好きだったんだよ。で、コウタルのあれはホットカルピスすると余計出るんだよね。ホットしなかったね、俺。しなかったんだ。あれ、熱がね、もっと出るんですよ。あ、そう。うん。あの熱改良しちゃったのかな。したでしょ、それ、やっぱり。あるべきじゃないもん。嫌いじゃなかったよ。俺も好きだったんだよ。あれをさ、前歯でさ、下の上で押すんだよね。また微妙なプレーだね、それ。そうすると、直立にさ、綺麗に、下の下の先に並ぶんですよ。どんな遊びしてんだよ、バカだよ、ね。うん、あと、唾さ、口の中食べてさ、うん、ビーって、うん、下に出して。うん、どんぐらいできるかって来てたよね。どこまでね、そうそうそう下を食べたら、そう。プロになってくるとさ、プロはいねえよ、下にさ、下に友達をさ、寝てもらってさ、もうギリギリで。そうそう。友達さん、お前、絶対失敗すんじゃん、友達。そうね、友達嫌がるんだよ、ね。うえぇーって。かましろっつって。そうそう、知ってるやん。真剣勝負なんだっつってさ。やった。成功した。玉失敗するよ。そう、玉失敗する。つったの上に乗ったもん。そう。それよくやったよ、俺たちも。やったでしょ。やった。リアリティに欠けんだよね。何もないとね。拷問に近くて。似合いがないってかさ。だからこっちが下手な時だったんだからさ。そうそうだ。だって遊びだからね。ドキドキしたなやったなバカだったね。バカだよ。としまえんレポート。はい。加藤さん、小太郎さん、いつもお世話になっています。うん、以前読んでいただいた平成生まれの曇り男です。平成生まれ、先日池袋24時の聖地、としまえんに好きな子を誘って行きましたと。おー。目的はシーズン1で、小太郎さんがおっしゃっていたミステリーゾーン目当て。うん、二人とも小さい時にそれぞれ年前に行ったことがあるんですが、うん、当時の記憶だと、ゾーンスタート時に、恐ろしいぞえ、怖いぞえ、うんうん、なんて意識はなかったように思うんです。これは孝太郎さんの霊的な何かが引き寄せたものだ。空耳ってことだもんね。これはね、よーく耳を澄まさないと。うん、聞こえないの。詳しいの、しずい。いや、そんなちっちゃいよ、孝太郎が。おばあちゃんが、もう、臨終間近のおばあちゃんの。もう臨終間近のおばあちゃんが絞り出すような声で言うんだ。詳しいの、しずい。そういうの聞こえないじゃん。暗闇に入る瞬間に。しかも瞬間なんだ。瞬間ちょっと入ってからな。どうせよく、まあ。ほんと耳を澄ましてないとダメね。その時になんか、バーって入った時に、うん、うわ、クラゲネットって言ってた。言ってたわけ。いや、聞き取れないよ。うん、難しい。へぇ。そんなの一人で飲むけどダメなんだよ。そうなんだ。とにかく流行ったんだから。
電話、つって電話すると、もしもし、嬉しいぜというか。なるほど、それぐらい流行ったんだ。なるほどね。電話のたびにそういうんだ。そうそうそう。以前の賑やかさはなく、閑散としていましたと。うん、当日はね、うん真冬の遊園地なんてどこもこんなもんなんでしょうか。うん、こんなもんだと思うよ。まあ、そうだよな、うん。小さい時は大きく見えたゲート付近の地球儀もこんな小さかったのかと寂しい気持ちになりました。まあ、そういうもんだよ、なんだかテンションもあれなまま、ひとしきり乗り物に乗り、うん、ミラーハウスでは小学生が、そっちへ人張りだよと来る人にお知らせしてました。小学生が親切に、そっちへ行き止まりよ。いいな、好きだ。好きだ。さて、目的地にしてるゾーンです。先客もおらず、二人きりで乗車、はい。スタートして早々聞こえてくるのは、ポポポポポポーゾーエーンテープがすり切れてるんですかね。なるほど。テープが渡るくん、すり切れちゃった。ポポポポポポ。すごい。つったさんが手を掴んだ人形も、足がピクッと動く客車もバッチリいましたと。なるほど。かっけの人形ね。なるほど、なるほど。彼女の話を聞くと、小さい時、私も列車から降りて人形の顔にビニールかかったようなこと。なるほど。まあ、いいことやってんだ。でも確かに、本当に何かそんな重い空気がありました。へ最後は園内を回る列車に、アフリカ間の土地を見るため乗車。裏にいるやつね。裏にいるやつ。イルミネーションの光は全く当たっていませんでしたが、ちゃんといました。いるんだ。地方の遊園地の昭和感満載の豊島園、うん。皆さんデートにおすすめですよ。うん、恋の方ですが後日彼女に思いを伝えたんですがダメでした、うん、ダメなんだエルトラドに乗ると別れるんだってじゃああのカップルダメだったかもね俺たちは付き合ってないじゃん付き合うかごめん他に好きな人が恋はもう僕何も言いませんラブイズブラインドジャニスイアンねジャニスイアンあー振られちゃったし面白いな女さなんで好きな人にこう行くのなお付き合いなんじゃない今夜なんだよね、これは。やっぱ自分がさ、ちょっとモテていたい自分を演じるっていうかさ、楽しみたい部分もあるんじゃないかな。うん。なんだけど、おごってくれるだろうしさ。いや、食事とかだったらわかるけど、豊島園だよ。まあ、それでもさ。飲み行くとかだったら全然 OK だけどさ。ああ、そういうことか。こんな大きなアトラクションに。豊島園に行くってのは男だって勝負ですよ。まあ、そうだよな。そこにちょっとついてきただけだってもうなんか脈があるんじゃないかって誤解をね与えちゃうよねラブホテル以上のもんだよそうだよね本当そうだよねもっと深く愛されてるんじゃないかと思っちゃうよねそういうことだよ、ね、そうだよ脈がないなら、うん、やっぱ豊島園一緒に行っちゃいけないねダメダメダメお断りしないとお断りしてくださいよその時点で男だってね、うん、諦めるしねそうね平成生まれもこうやって大人になってくるんだね。本当だ。平成も25だもん、もう。そっか。25か。うん。こうだけデビューしてたもんね、もうね。余裕でしてたよ。余裕でね。うん、なんかさ、うん、音楽、やっぱちょっと趣味でやってる人おじさんにさ、うんうん。フリストはやっぱあれですかジャズですかって言われたら。いきなり、いきなりジャズですかって言われたから。なんとかさ。ジャズじゃ食えないっすよ、つっちゃって思わず。ああ、なるほど。こっちも、返しもいいね。ジャズじゃ食えないっすよ。よっぽどじゃなくて食えないよね、ジャズなんてね。まあ、相当な国語。専門的な感じするよね。やっぱりこう、通うとことは違うもんね、うん。ジャズで食ってる人ってどうやって食ってんだろうな。ジャズで億万長者かっこいいね。どんだけすごいんだろうな、それジャズ。わかんねえな。ジャズがまずわかんないもんね。わかんない。クイーンのジャズしか。それアルバムじゃねえかよ、お前。ジャズばっかかかってるバーとか行ってさ。うん、あるよね。永遠に繰り広げられるアグレブ出すとか。ちょっと甘い、俺も、好みじゃないね。俺もね、あれがね、なんていうのかな、こう。来ないんだよ、ね。そう、来ないんだよ。来ないんだよ。ブルースターって言ってアドリブ合戦があるわけじゃない。うん、ね。来るじゃん。来るじゃん。ギターにしても何しても。あれはね、趣味の問題だな。なんだろうね、もうその、むせびなくギターにさ、そうそうそうもうなんかこう心奪われる瞬間がね、ブルースって。多分ジャズはジャズでそれあるんだろうね。まあ、俺らはわかんない。だからさ、あいつはクラシックなんてどこ来んのかわかんないもん、俺。まあそうだよな。クラシックのマーラーとか聴いてるやつ全くわかんないもん。いや、ショパンだってね、わかるけどさ、うん、なんかさ。いや、キャッチーなのはわかるじゃん。ベートーベンにしたって。ベートーベンね、うん。大げさじゃないあれ。大げさだ。まあ、だって俺じゃん。ベートーベンなんかって、スモークオンザウォーターだと思ってるもん。運命。そうね。あの大げささっていうかさ。そういったんじゃ、運命のリフすごいね。すごいよ。レイラか運命か感じてことあるよ。そうだね。一回聞いたら忘れないもん。
ロンドンイズバーニングも忘れないよ。ロンドンイズバーニングはだって、だったかだったったじゃん。かっこよくない、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃかじゃん、これね、俺、盆踊りかと思ったよ。申し訳ないけど、当時。ロンドンイズバーニング、たんたかだったったんだよ、だから。ちょっとプッて吹いちゃうんだけど。吹いちゃうんだよ。でもなんか結果的にかっこいいってなる。いや、俺は全然思わないから。ロンドン燃えてんの、本当にって思ったの、俺。あんな意気がっちゃってスタジオストラマーとかだったかたったったんだよ。いや結構好きだったよ俺。マジっすか。ロンドンイズバーニングだったかたったったに燃えたの。結構燃えたんだよ。不思議。俺超こけたもん。トミーガンぐらい燃えたね。トミーガンかっこいいやん。だったかたったかたかた。だから同じ燃え方したね。全然燃えない。もう家の3倍に4度かと思ったな、あれ。いや、わかるけどね。ロンドンズバーニー。たったかたったった。たったかたったったはねえだろうな、と思って。好きだったな。だって、あの時代この曲跳ねちゃいけないでしょ。まあね。ロンドンズバーニー、ダダダダーンでしょ、俺好きだった。たったかたったったがこう、ブラスを感じるわけですよ。ブラスの国を。言ってねえだろ、まあ、ブラスの国を感じるわけですよ。あ、ブラスの国をね、英国っていう国を。そう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 。もう演歌を感じながら、ね、ロンドンマニータッタカタッタッタッタってかっこいい突撃ラブマップ、ね、そうなんだ、そこはなんかかっこいいんだよ。でも多分そういうのイメージしたのかな、自然だと思うよ、うん、自然だ、それ DNA なんだよ、うん、だってさ、ロンドン燃えてるってさ、あれなんかこういう戦闘っぽいじゃん、もうすでに、うん、でもさ、それ多分さ、その DNA だよ、うん、俺だってさ、ちっちゃい子供に納豆入って一バッグ渡したらさ、みんなかき混ぜると思うもん。ぐるぐる。もう自然に自然に。そうそうそう。それがたったかたったったなんだ。だと思うんだよね。そうだね。そうか、DNA か。じゃあ、ジョーストラマーは、うん、頭の中でもう突撃ラッパーみたいなのをイメージしちゃうんだ、そうそうそう、心で。そうそうそう、ロンドンが燃えてる、パッパカパッパッパー、もう行けーって感じなんだ。うん、それが俺たち的にはちょっと焦点みたいに映っちゃうんだよ。そうそう、椅子ではね、上手なのは父親と行ったパブで聞いたんですよ。なるほど。なるほど。うん、加藤さん、小田さん、こんにちは。はい。パプアニューギニア在勤の30歳 P。パプアニューギニアから来た、本当に。過去の放送でパプアを連呼されていた回があったと思い、メールしました。した。私は現在、新しい工場の立ち上げをするために、うん、首都、ポートモレスビーの近郊にいて、うん、会社の作ったプレハブで生活を送っています。うわお。予想通りの生活だ、なんか。ポートモレスビーは治安が悪いため、外出は制限されており、うん、日曜にショッピングモールへの直行バスが出るのみ。へぇー。怖いな。食事は支給されますが、娯楽がほとんどないので、うん、部屋では本を読みながら9時過ぎには寝てしまいます。へ、インターネットは繋がりますが、お金がかかります。お金かかるんだ。こんな状況での唯一の楽しみはこのラジオ、うん。パパで聞くお二人の声はとても温かく、うん、日本で聞いてるときは分からなかった優しさを感じてる。やっぱ離れてみると分かるんだね、親心みたいなもんでね。当然この放送をダウンロードするのにもお金がかかっています。そうか。それは、しかし、はした金です。下金ですってのがいいよね。次の更新をとてもとても心待ちにしながら一週間頑張っています。なるほど。パプアでは雨季が終わったので連日30度以上の真夏日です、うん、日本では大雪だそうですね、うん、お体にお気をつけてお過ごしください。なるほど。もうすぐ立ち上げも終わるので帰国したらライブに参戦しようと思います。ありがとう、P ネーム P はパプアの P、うん、写真があるじゃん。添付の写真はポートモレスビージャクソン国際航空の壁画、うん、随分物騒な壁画だねこれ。物騒だね、なんかこれから革命起こしてやるみたいな感じになってんね、これ。昔さ、俺スニーカー凝った時にさ、うん、なんかアディダスのさ、うん、レアなやつがさ、うん、パプアニューギニアに普通に売ってるっていう話になってさ。本当に、うん、友達と美容師と、行くパプアっつって。軽く、うん、手に入るじゃないから。そう。そういう話が盛り上がった。パプアって。可愛いな、この空港の写真ちょっとアップしようよ。もう全然わかんないんですけど、どこにあるのか。パプアニューギニアが。俺も大体のことしか分かんないね。全然分かってない。だ暑い方だろうなってくらいしか。赤道の方で、ね。赤道見ていく、あっちの方の、アフリカのこの辺だろうみたいな感じでしょ。だってあれもどこあんだね、オリンピックやってる場所も。そっち？そっちも。あ、そうだね。うん、まあロシア広いからね、ここだっていう言えないよね。なんか上野の先かと思っちゃうもんね。そっちって名前で聞いたから。ことはねえだろう。いや、昔イリアとかそっちのあたりでよとか言いそうじゃないか。なるほどね。うん、確かにね。うん、昔さ、うん、あれこの話したかな、うん、俺さあれが好きなんだよね、奈良漬け。
奈良漬け、うん、これでも漬物好きなんで全般にね、うん、奈良漬け好きなんだよすごく。なんでそういうのが好きなの。わかんないんだよね、うん、奈良漬け好きじゃさ、デパートの地下で一回買ったんだよね奈良漬けを、ね、奈良漬けなんて買ったことないからさ、うん、どう保存していいかわかんないし、うん、店のおばちゃんに聞いたんだよ、うん、でもうあのぬか味噌じゃないけどついてるわけね周りに。ああ、そうそう、ぬか味噌みたいなやつが、うん、これおばちゃんこれ全部食べる分だけ洗ったらいいのとかさ、いろいろ聞いてたの、うん、聞いてたの。あのね、どっちもいいんだけどね、先に全部洗っちゃってからしまってもいいのよって言って、うんうんうん、あ、そうなんだ、朝から。私は洗いますって言った。洗いますって言ったんだ。洗う派なんだね。そうそう、それは俺も洗ったよ。なるほど、洗ったんだ。おばちゃんの言葉通り。うまかったね。このとおり漬物好きだよな。たまに、あの、うなぎの弁当とかどっかで買ったらさ、うん、奈良漬が二切れついてたんだよね。うん、ついてるね、ついてる。貴重でさ。あれ、あれが好き。俺結構避けるタイプなんだよね。俺貴重ないよ。もうあげるよ、今度。俺だって漬物ないとご飯食った気しないよ。あ、そう。特にカツ丼とか。それあげるからさ、シューマイ弁当のあんずちょうだいよ。ダメだよ。なんだよ。あれ、最後の楽しみなんだよ、俺。あれ、あんず嫌いじゃなかったっけ、これ。あんずのこうちゃんって言うな。あんずのこうちゃん。あんず、あんずのこうちゃんなんか、スローニーみたいだよ、なんか。俺シューマイ弁当の場合は、うん、最後あんず食べてから、うん、真ん中の梅干しを締めとしてんだから。はい、あ、その順番で行って、そうお弁当が終わるんだ。そう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 、なあ、いいルール作ってるね、小太郎君、相変わらず。そうなんですよ。漬物やりたいんだよね。絶対やった方がいい。うん、きゅうりのこうちゃん。きゅうりのこうちゃんいいでしょ。きゅうりのこうちゃん。こうちゃん漬け。こうちゃん漬け。もう、梅宮たっちゃんかこうちゃんかっていうさ、バーサスだよ。やりたいのよ。やっぱりね、うん、なんていうの、そういうレディーボーデンをね、うん、子供の頃から食べてた人が、うん、この漬物に気づくっていうね、うん、この図式はね、うん、俺の中でかなりね、うん、死後ですけど、うん、シティボーイ、シティボーイね、うん、俺たちみたいにさ、ふからねぎがうまいところで育っちゃうと、うん、漬物だって おばあちゃんがね散々漬けたの食べてるから、うん、ちょっと酸っぱいんですよ。もう酸っぱいし本当のうまさが分かんないわけですよ、うん、なるほどね、うん、まだ保存食なんだね。保存食です。保存食だから。でも小太郎君みたいに保存食を上回った食べ方するわけでしょ。そうなんですよ。これ絶対作った方がいい。やりたいんだよ。とかコラボしてくんないかな。そうなんだ、コラボしかないんだよこれね。でもなんかさ、そのキュウリがいいの。いやいや、俺は本当は自分が一番作りたいのはつぼ漬けだよ。つぼ漬けなんだ。つぼ漬けココちゃん。大好きなんですよ。へー。うまそうだね。うまいよ。俺絶対相当いいの作るよ、つぼ漬け。ねえ。つぼ漬けココちゃんいいなぁ。これ絶対もう健康的に薄味とかしないよ、俺。悪いけど。健康的な薄味はもうやらないと。絶対やんないよ、そんなバカにやる。なるほど。それは早引き漬けでやってる。それは、早引き漬けで。浅漬けより早い。そうそう、浅漬けより早い。もう入れた瞬間にすぐもう使っちゃう。そういいね、小太郎は早引き漬け。早引き漬け。あとすごい辛いさ、うん、俺たちの時さ、小太郎キムチの朝鮮漬けって呼んだじゃん。呼んだね。呼んだじゃん。朝鮮漬けってやって、ファズ漬けって作ってる小太郎が。ファズ漬け。もう舌が痺れる、ビー。ああ、なるほどね。そうそうそう。こうちゃんのファズ漬け。いいね。うん。そうか、朝鮮漬けって呼んだね。呼んでたよね、小太郎くんね。だって朝鮮料理って言ってたもんね。言ってた。うん、焼き肉屋とかもね。そう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 。いつの間にか言わなくなってさ、キムチって名前になっちゃったし。ね、P ネーム、闇枕。どうも。リーダー小太郎さん、こんにちは。はい。僕は現在、大学受験のため浪人中で、うん、佐賀の実家で暮らしていますが、うん、今年の春から上京して、一人暮らしを始める予定です。なるほど。先日、小太郎さんのバースデーライブとチケットを取りました。うん。そのことを母に伝えたら、うん、上京してすぐそんな遠出しなくてもと言われましたが僕にはどうしても行きたい理由があります、うん、それは5月10日が僕の誕生日でもあるからです。あ、そう。自分の誕生日に他人の誕生日を祝おうという不思議な感覚ですが最高の誕生日になる予感しかしません。一つ心配なのは、僕はものすごく方向地なので、近所のデパート内でも迷ってしまいます。なるほど。東京で道に迷わない方法などあれば、ぜひお二人からアドバイスをいただきたいです。まあ、人に聞くのが一番だな。あのね、僕も超方向痴なんですよ。あ、そうなの。もうめちゃくちゃ方向痴。うんうん。まあ、俺は聞くね。やっぱ聞くのが一番いいよな。うん、やっぱりこう、勘で歩くと反対側行ってるからね。そうそうそう。本屋と CD ショップでは絶対聞かないけどね。あ、そう。何がどこにあるかっていうの。その場所だけは嫌なんだ。俺の方が詳しいんだもん、手に入れ絶対。ああ、そういうこと。常にそう思ってるんですよ。なるほど。プライドだね。うん、でも最近ね、あんまり広報本屋行くときはね、弱気になる瞬間もあるね。あ、検索機に行ってる、ね。あ、なるほど。あの、下北沢の駅がさ、新しくなったじゃん。あれね。あれが出られないんだよ。俺もね、普通に出たこと一回もないよ。
っていうか、エスカレーターか階段かっていうところとかも、あそこもさ、別々にあるでしょ、なんか。うん、最後に右か左かでいつも間違うんだよね。そうなんだ。俺はね、あれちょっとわかんないなぁ。あれわかんない。わかんないよね。うん。私は聞いた方がいいね。うん。俺でさえわかんないもんな。さすがに袋はね、もう音聞いただけでどこだかわかるけどね。ああ、そっか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 。交通量聞いただけでわかるね。でもね、小田君、俺もね、池袋ね、俺、福都新線とかできたじゃん。で、丸の内線の経由したりなんかしたりするじゃん。あれができてからちょっとわかんなくなってきた。あ、そう。うん。何口何口って方向に進まないとなんかさ。あ、そう。うん、こう、勘で進めなくなっちゃったね。なるほどね。うん。複雑、あれやっぱ後からこれ足していくからああやって複雑になってっちゃうのか。そりゃそうだよ。もちろん。そりゃそうよ。ねえ。うん。まあね。うん。さすがにわかりますけど。あと難しいのは大手町から東京駅なんだよ。あの辺はだって難しいっていうかさ、わかんないよ、あんなの。覚えなくていいよ。すごいよ。ひどいことになるよ、あれ。なるよ。うん、あと秋葉原ね。秋葉原の駅複雑じゃない。俺ね、秋葉原あんまり利用してないからね。秋葉原の駅はね、プロにならないと難しいよ。あ、そうなんだ。ホームのからしか移動できないところとかね、マジックがいた。あ、そういうマジックがあんの。じゃあ、外国人旅行は外国人旅行は旅行客、ね、外国人旅行者。旅行者だな。なんで、なんで言えなくなってんだ。それはなんかもう向こうのさ、日本の、日本のガイドブックにさ、ロストイン秋葉原とかそういうコーナー。ロストイン秋葉原そういう。ロストインスーパーマーケットじゃないんだよ、俺。これをクラッシュじゃないの、これ。そうね。まあまたロストインハリウッドはね、レインボー。うん、今後のコレクターズは、はい、今度土曜日スリーボートナイト、はい、で第2回目です、ね、2回目ですやります、やります。で終わりまして、熊本のピンとこないナイト、うん、そう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 、いきますよ。まあ詳しくはオフィシャルサイトでよろしく、はい。このポッドキャストはスタジオ MOG のスクラップマージンのサイトからダウンロードできます。写真館もあります、うん、アーカイブもダウンロード、はい、可能。そう、毎週水曜日更新です、はい、P メールビクロ24アットマーク gmail.com までよろしくね、はい、お待ちしてます。楽しいメールが多くて嬉しいね。そうですね。それじゃあまた来週。はい。Do the download。Do the download。